こんばんは、甲子園ニュースの時間です。こんばんは。草野球で怪我だけはするなよ。しかもセカンドのタッチプレーで突き指折れたかと思った。いやー、岡田さん、はい、準決勝、うん、終わりました。終わりました。拍手よ。まあ、うん、門田は広島出身っていうこともあり、広陵高校、いやー、優勝してもおかしくなかったよ。ごめんなさい。いやー、これ謝っとこう。俺のせいですよ。いや、全然関係ないと思います。いや、俺がちょっと慢心してたとこがあります。すいません、ほんとすいません。もう、コメントください。いや、することないと思いますよ。お前のせいだと。ちょっと振り返りましょうか。そうだね、明日もう一試合だけだからな、ね、うん。山梨学院と広陵ですよ。まあ、なんといっても山梨学院、林くんね。参った。まあ、門田さんの表現で言うとタイピンが効いてたと。タイピン出まくってたろ。超タイピンだろ。すごかったんだね。これまでの疲労っていうのもあって、うん、序盤はボールがあれいつもの林くんじゃない、うんうんうん、バラついてて、あ、これはランナー溜まって誰かが打てば楽な展開ね、持ってきたかったよね。高尾くんを早めに、うんうん、倉重くんにスイッチしてね、明日あるぞと。うん、そうだね。そういった慢心です。そこまであなたは別に采配してないですから。いやいや、もう、ちなみに、前日私ピックアッププレイヤーで山梨学院進藤君上げてました。投げる球ないよ。最後のインコースのさばきとか見てももうあれはもう絶好調と言わざるを得ないね。すごかったね。ああ、これは決勝もね、やっぱりキープレイヤーになってくるかなっていう、うん、いやドラフトこれ高卒の内野手だったら頭一つ抜けたんじゃないかな。うーん、昨日ね、今日の打席見せるの。そして2試合目は、大阪桐蔭と報徳学園。これもまたすごい試合でした。門田さんね、大阪桐蔭5点取って、いやもうお目覚めかと、ああ思ったらその直後に2点返したんですよね。あれもね、あれが良かったね。それが大きかったんだよ。で、終盤までね、大阪桐蔭の南くんも好投してました。素晴らしかったね。うん、ただその好投がやっぱりね、うん、系投のちょっと遅れと、でこの2点が効いてきてたんですよ、うん、ね、最後8回、うん、あとこのイニングかなっていうところでね、追いつかれてしまってと、まあ1点差になったところで前田君出てきたんですけど、うん、ノーアウト1、3でやっぱりね、無失点はなかなかきついなというところで、これはでも、まあ、報徳の粘り勝ちかなと。もうな、あげあげホイホイと、あげあげホイホイももう転調してたな。1オクターブ高かったなので決勝のカードは山梨学院 VS 報徳学園となりました。うん、我々の予想通りですかね、これは。まあそうだね。ちょっとそれてはいるけど、あながち間違ってない。問題は決勝報徳、まあ、報徳いるし、うん、山梨学園もやるよ。いや、加藤じゃ三度目の正直。そう、あ、そうね、三度目の正直とは言ってましたね。さあ、スタッツを見てみましょう。ああ、どうなの、いいじゃない、はい、山梨学院と報徳のスタッツはこちらなんですが、うん、スタッツはね、山梨学院にちょっと分布上がってるんですよ。上げてきたかな。オプス 1.026、 報徳学院は 0.878、で、奪三振率も、まあ、林くんですけどほぼ、うん、5.60 なんですけど、うん、KBB が 5.60、 つまり四死球率が 1.00 なんですよ。すごいね、1試合で1個ぐらいしか出さない。すごい、これがすごい。うん、報徳は奪三振率は 6.87 あるんですが、 KBB が 1.71、 うん、うん、ちょっとフォアボールもやっぱり今日の森田君もちょっと心配なね、うん、ピッチングだったんですよ。そうだね。なので明日は、牧投手、今朝丸投手中心でもしかしたら行くかもしれないですね。うん、あるね。うん、で困った時にもう最後森田君にかけるっていうね。この試合の見どころジョージ。昨日お前見どころジョージって言ってくれんかったから。これ負けたんじゃないんか、お前せいだろ。謝らんかい。あ、見どころジョージはね、うん、一番打者が勝負を決めます。なるほど。決勝はなるほど、もういい試合になる、投手戦になるかもしれませんし、うん、ある程度点取り合いになるかもしれませんけど、うん、両チームね、一番がキーポイントになりそうだ。意外と当たってないんだよな。そうなんですよ、二人ともな。ちなみにね、山梨学院は4番高橋君、5番佐中君、6番進藤君、これ絶好調、ね、怖いわこの並びね。思い出すわこの最終回の怒涛の連打、絶好調ですよ。いや、素晴らしいよ、いい並びだよ、ね、なのでこの4、5、6は絶好調なんで、
やっぱり一番の徳弘くん、今2割6分3厘ですけど、この選手が当たってきたらこれ得点力グンと一本でいいんだよな。あそうね、なのでピックアッププレイヤーは山梨学院徳弘くんと、うん、徳弘太陽、いい名前だ、山梨学院の太陽になってくださいと。金髪さんで、気になるのがね、山梨学院林くんでしょ。林くんよ、球数とかどうなの、ね、そうなんですよ。ちなみにこの大会、うん、林くん球数は578球投げてます。うんうんうん、で、気になるのは選抜甲子園の球数制限ですよね。そうやな、1週間で500球と決まってますけども、うん、1週間これ雨の影響でね、2回戦まではもうリセット。これあの山梨学院の監督の恵みの雨発言はここまでここまで読み切ってた。なので、3回戦以降の投球を、合計すると340球なんで、160球までは投げれます。でもなんかこれ球数制限意味なしとんかなって思うけどな林くんね、高尾くんの早い頃が指輪だったりしてたからな、ちょっと心配ではあるんだけど、大丈夫かな。そうだね、まあ、林くんやっぱり制球力でね、3回戦4回戦と、うん、まあ4回戦変わりましたけど、102球96球とかね、やっぱそう抑えるピッチングしてるわけよ大人だな、大人のピッチング、うん、なのでまあ球数そこまで いかないと思うんですけど、うん、それ捕まえられるかね、報徳学園が、うん、ちょっと球落ちた球を、うん、と思いますね。対する報徳学園のピックアップレイヤー、ピックアップレイヤー1番岩本くんだよね。ね、これはまあ準決勝でも言ってたんですけど、うん、うん、爆発させてよと、うん、ただ今日もちょっと内容悪かったんですよ。そうよね、意外とね、うん、ただこちらの報徳もこちらちょっとずれるのよ、うん、6番西村くん、7番林くん、8番竹内くんが絶好調、タイムがないいんだよな、タイがいいんですよ、うん、なので得点取れてる、うん、粘れてる、うんうんうん、なのでこの6、7、8出塁して9番送って1番にこの岩本くんなんですよ。やっぱりキーマン なり得る、うん、いろんな意味でこの報徳の鍵を握ってるのはこの山本くんかなと。そうか、守備もな、そうね、センターで、そうそう、山梨学院のあれな、30歳ぐらいか全員油乗り切っとるだろう来るぞー、いい当たりがセンター、そうね、ああ、なのでまあこのやっぱり1番にちょっと注目しながら、なるほど、あ、まあ、あとは投手ですよね。うん、決勝まで来たらいい試合になるとは、これ多分かなりいい決勝戦になると思いますね。いいなぁ、うん、どっちもな、林くんもそうだけど、牧くん、けさまるくんなんかも苦しい場面で疲労は確実に溜まってるからね。まあそうなんだよ、うん、溜まってる。で、けさまるくんのね、今日最後投げましたけど、うん、いや、綺麗、いいね、いいね、139ぐらい出ますから、いいね、うん、やっぱりリードしたままけさまるくん多分登板させたいと思ってるはずですよ。うん、あ、というね、ピックアップレイヤーまでやりましたけど、モンデさん、覚えてますか、甲子園の準決勝以上のジンクスというかね、あったっけな、長打率上回ってる方があら勝つっていうね、あれ春も適用されるか、そうなると山梨学院になるんですよ。まあそれを踏まえてちょっと今日は2人でスコア予想を上げましょうか、うんうん、それでは選抜2023決勝戦、はい、スコア予想はせーの4対3、報徳学院、割れたねー、割れたねー、いやー、海田さんの長打率理論は今んとこ食ってんだよな、食ってんだよ、これは意外とね、そうか、うん、まあ、そうやってな、なんか報徳の方がいい勝ち方してきてるから、まあそうね、最後まで、いや、かな、これわかんない、本当わかんない、うん、うん、はい、はい、という残すところも明日の1試合となりました、皆様の注目選手、勝敗予想、ぜひコメントください、はい、また明日お会いしましょう、ありがとうございました、明日、批判覚悟で言うわ、じゃあ甲子園準決勝以上プロの審判使ってくれ。あいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。